はい、こんばんはです。今日なんですけれども、ちょっと突発的に、動画を撮っております。何かっていうと、9裏のカードが、なぜ、この今のポケカね、バブルに、乗っからずに、停滞しているというか、値上がらないのかということについて、ちょっと軽くね、話してみたいと思いました。正直理由はね、結構いろいろあります。これこれこうだからみたいなことで、なんか結論付けられる理由って、あるとすれば、なんか、広い意味で、もう魅力がないからだって、今のカード、今のその高騰してるカードに比べて、9裏のカードが魅力がないからだって言ってしまえば、実際それまでなんですけど、単純な、その一言で、済ませられるほど、単純なお話でもないので、それに付随するね、理由をいろいろと、話していこうと思っております。で、まず、動画を撮ろうと思ったそもそもの理由なんですけど、これ言っとかないとなと思って、なぜ、まずじゃあ上がらないのか。9裏のカードは、PSA 10が取れないからです。言葉通りの説明をすると、9裏のカードっていうのはですね、これが PSA 10なんですけど、基本的に10は取りづらいです。今の新裏というか、現裏のカードと比べてね。現裏のカードね、特に最近ここ数年のカードだったら、もう開封してすぐ出せば、だいたい9割以上ね、PSA 10取れるんですけど、この頃のカードは、だいたい、なんか理論値的には、一応開封したばっかりのカードなら、7割ぐらいは取れるっていうふうな、なんか、ことも言われてるんですけど、私の体感、実際3割ぐらいじゃないかなと思います。要は、今、その未開封の9裏のパックを手に入れて、それをパラッて開けて、で、それを全部、PSA 鑑定に出して、10で返ってくる確率って、大体3、私は3割ぐらいじゃないかなと思います。実際それぐらい取りづらいです。で、PSA 10が取りづらいと、なぜ上がらないのかという話をすると、みんなね、PSA、今、すごい盛り上がってるじゃないですか。で、なんで、みんな、PSA 鑑定されてないカードを買うかっていうと、今、主だった理由がね、もうね、PSA 10を取れば、儲かるから、カードを買うっていう状態に割となっちゃってるんですよ。で、要は、PSA 10、を取れる可能性のあるカードっていうのがこう人気化して、みんなが何ていうか買うようになって、で、鑑定に出して、儲けてやろうって人たちが非常に増えているというのが今の状況なんですけれども、まず9裏に関してそれ通用しないんですよ、ほとんど。9裏のカードでこうやって探すじゃないですか。で、なんか備品、あ、これ絶対10取れるんだろうなっていうのやつを見つけたとしても、それこそもう、そうなると、正直3割よりも低いです、確率は。これは、開封済みのカードって、結構、わからないダメージ、目で見ただけじゃわからないダメージが結構あって、で、そういうのも PSA 鑑定はどうやらちゃんと見ているようなので、そういうカードを、同じことをね、9裏でやっても全然、基本的に、儲かりません。なので、まず9裏の、素体のカード、が、人気が出ません。で、今って、鑑定出せば儲かるからっていう形で、素体のカードの相場に、あるいは両方なんですけど、鑑定後のカードが値上がると、素体のカードも値上がるし、素体のカードが値上がれば、鑑定後のカードも値上がるっていう、大体そういう、なんていうか、お互いがこう引っ張り合うような形で、相場が上昇している面がありまして、その観点からいくと、素体のカードを出しても PSA 10が取れないので、もう、売っても、お金にならない、9裏のカードは、非常に買われにくい状態にあるというのがありますね。で、実際、これ、PSA 10とか、あるじゃないですか。で、これ、今普通にポンって
売って、なんか例えば値段つけて売ると、なんか全然高い値段で売れないんですよ。でそれはなんでかっていうと、まあみんな今のその何現代ゲーム裏のねカードに、まあ、目が注目が集まっていて、わざわざね旧裏のカードを買ってどうこうしようっていう人がまあいないからなんですね。でもう全然この辺でまあその PSA10 が取れないっていう話は出て終わりなんですけど、まあとにかくね PSA10 が取れないということは、もうそれが値段の上がりにくいという一つのまあ要因になっているということだと思います。で他にもなんかいろいろ話そうと思ったんだけど、なんだっけな、旧裏ってさ、そもそもね、何この年代のカードをわざわざ買う人っていうのが、もう割といい脅しなんですよ、基本的に。で、ある程度やっぱりね、ポケモンカードって、だからこの時期は、この時期でそれなりに盛り上がったんですけど、今ほど爆発的な人気だったかっていうと、正直そんなことはなくて、まあ、どんな話をすればいいかっていうと、旧裏のカードってね、最初の段あるじゃないですか。初段？拡張パック第1弾かな。あれがね、だいたい、1996年に発売されてるんですけど、2000年頃まで割とお店に普通に売られてたんですよ。要は、4年間ぐらい、第1弾については再販が続いていたんですね。つまり、なんていうか、今ほど、そのなんか、取り合いになるようなことがなくて、割とのんびり、売られていたと。まあ、これはいろいろなね、まあ、理由があるんですけど、まあ、単純になんか昔のカードゲームのなんか売り方が単純にそんな感じだったとかね。まあ、当時はレギュ落ちとかもなかったから、1段のカードをずっと使われる、もうね、それこそ本当にもう何今みたいな、そのなんか、カードルールも全然制定されてない時代で、なんか、昔のカードが使えなくなるっていう発想がそもそもなかった時代なんで、もう、第1弾のカードが、ずっともう使えるっていう前提で、印刷され続けてましたから、何も考えずにですね、作る人もですね、ずっと第1弾のカードをザーっていっぱい印刷してたんですよ。で、まあ、それがね、最終的にまあ、なんかこう、旧裏に関しては、突然ね、全部使えなくなりますってなって、ゲン裏に切り替わって、で、すごい、第一次、ポケカブームっていうか、まあ、そもそもその時別にブームっていうほどブームにもなかったんですけど、まあ、とにかくね、なんか盛り下がっちゃって、ポケモンカードはだいぶ暗黒の時代に入ったんですけど、まあ、それがね、ここ数年になって、まあ、ゲーム的にも面白くなったし、カードの魅力もすごい上がったし、まあ、ポケモンの魅力もね、IP としての価値も高まって、まあ、いろんな要素が重なって、今のポケカブームになってるんですけれども、そうなった時に、正直、ポケカブームって今の方が全然すごいんですよ。この頃の、盛り上がりと、今の盛り上がり比べたらもう全然比較にならないぐらい今の方が圧倒的に盛り上がってて、わざわざね、この時代に盛り上がった、をなんか思い出に浸れる人って割ともう少数派になってるんです。なんで、やっぱりその今の盛り上がりに比べて、まあ、ある程度、古いカードに関しては、正直そこまで、魅力を感じる人っていうのが、まあ、少なくなっているっていうのが、まあ、理由かなと思います。で、まあ、ちょっと理由っていうのは別々なんですけど、ちょっと一個話しておきたいなと思ったのが、今ね、その旧裏のカードに関して、まあ、値上がらないとか、なんか他のカードがすごい値上がることに、なんかこう比較して、なんか、値段が上がらない、上がらない、みたいなことをすごい、こう、つぶさにね、実際、まあ、私も今こうやって動画にはしてますけど、話してる人いるんですけど、なんかね、そういうことを話すことがね、実はあんまり良くなくて、何じゃあお前は、旧裏のカード、まあ、上がったら売りたいのかみたいな。なんかそういうね、ことも、いうふうにも見られるし、あとさ、もっと言うんだけどさ、安い、今の旧裏のカードは、現裏のカードに比べて安すぎるって言うんだったら、買えばいいじゃんって思いません？で、現実、買われないわけなんですよ。で、まあ、それはさっきいろいろと、まあ、PSA10 が取りにくいとかね、まあそういう話が
まあ、付随してくるんですけど、まあ、要はね、これがまあ一つ理由かな。釣り上げる人がいないんですよね。この、キューラのカードに関して。まあちょっと、話がね、ちょうどいいと思うんで、このまま、この話を続けるんですけど、投機市場において、一番強い、その値上がり力っていうか、買い圧って言っちゃう？もう買え。一番強い買い圧は何かっていうと、今自分が持ってるカードの価値をもっと釣り上げたいと思う金持ちの人が、ドワーって買う、買い圧が、もう圧倒的に強いんですよ。投機市場において。こう、自分がね、すでに持ってるカード、があるじゃないですか。で、それは、もちろん自分が持ってるので、そのもの、持ってるカードの価値が値上がると、その人にとってはより大きなメリットに、メリットというかね、自分の資産の価値が上がるわけですよ。そういう、値上がり方っていうのが実は投機の中ではかなり強くて、逆にね、なんていうのかな、まあ、逆にってことは特に何もないか。まあ、とにかくそういうことなんですよ。だから、なんていうか、流動性の話ですね。出回ってる数って少なければ値上がるっていう発想も、まあ、ある程度はあるんですけど、やっぱりね、必要最低限、流動性があって、こう、取引の回数が多いカードの方が、値上がりやすい傾向にあります。これはなんでかっていうと、物の値段っていうのは取引された瞬間に決まるので、要は取引されずにこう眠らせてる状態のカードに関しては、もう基本的に、なんていうか、値段が上がることってないわけですよ。なので、まあ、こういうね、フリーカードは余計にね、まあ、値上がりにくいということですね。枚数が少ないからです。流動性がないからです。流動性がある程度ある方が、値上がりやすい。ね、値段がつきやすくて、要はカードが値上がる機会を多く得られる、ものほど値上がりやすいってことですね。だから、まあ、今の話を総合すると、じゃあ、これからの急落なんですけど、ある程度、こう、ターゲットを絞った形で、急落のカードも、今後値上がる可能性が、値上がることは全然あると思います。で、ただ、ターゲットは絞られると。急落でね。なんで、まあ、いる、まあ、この動画を見てる人は割といるかもしれないんですけど、急落のカードで、儲けようっていう人がもしいらっしゃったら、ある程度、ターゲットは絞った方がいいんですけど、ターゲットを絞れば、間違いなく上がるとは思うので、まあ、今後ね、儲けてやろうと思ってる人、なんかしらね、急落でね、なんかこういう、魅力のあるカードを見つけて、まあ、それに対してこうね、なんかこう、まあ、なんだ、買い集めるなりしてね、で、まあ、値上がってくれたらイエーイみたいなね、なんかそういうことをね、狙ってもいいんじゃないかなと思います。ちなみに、ワルゲンは私は別に、どっちでもいいです。売る気ないし、だって1枚これ、ね、ちょっと雑談になるんだけどさ、俺がさっきさ、だいたい、まあ、3割ぐらいで、キューラのカード PSA10 取れますって言ったんだけど、俺の体感ね、10% ないんだよ。キューラのカードで、まあ、なんか本当に10取れるだろうなって思って出して、鑑定出しても、10枚中1枚ぐらいしかだいたいね、PSA 10取れないんですよ。で、私、そういう感じで、なんかこれ本当に、10分の1ぐらいの確率でようやく取れた PSA 10なので、まあ、私これ多分、下手くそだからと思うんですけど、その、フリーカードの鑑定というかね、なんか、そういう目利き力がないからだと思うんですけど、こんな風になんか、貴重な、そのなんか、キューラの PSG を、やっと取れた PSG をさ、わざわざ、ね、売りたくないじゃん、だって。もう、持っときたいですよ、そんなの。自分で、なんかこう、出したっていう、そのなんか、ある種、まあ、地引きと、まあ、似たような、そういうね、付加価値もありますから、余計にね、売る気にはならないので。だから、まあ、私は正直、まあ、PSA10 のね、PSA じゃないや、キューラの、まあ、カード何が上がろうが、知ったこっちゃないんですけど、まあ、今後の話をするんだったら、キューラに関しても、ある程度限られた
ターゲットのカードについては値上がると思いますので、まあ、どんなカードが上がるかは、まあ、わかりませんけれども、まあ、ある程度ね、あの、狙いを定めてね、あの、キューラのカードを買い漁るのもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、それはね、今このタイミングで話すことに、まあ、価値があるなと思ったので、私は動画にしました。今ね、ポケカバブル絶賛高騰中で、割と何でも上がる状態になってます。で、キューラのカードとかに関しては、正直出遅れてるところあるんですけど、まあ、この相場が続けば、まあ、絶対波及してくるんで、こんだけね、まあ、私は循環物色っていう言葉を使ってるんですけど、要は、あれが上がった、次はこれが上がる、次はこれが上がる、次はこれが上がるみたいなことをね、こう、ずっとやってるのが今のね、ポケカ市場なんですけど、まあ、この並びの中に、キューラのね、何かしらのカードが、まあ、入ってくる可能性は、まあ、全然あると思ってるので、まあ、何が上がるか本当にわかりませんけどね。まあ、絶対、キューラも上がるので、はい、そこはもう断言しておきます。なので、まあ、なんかしらいいカードを見つけてね、皆さん、買い漁るなりね、なんなりしたらいいんじゃないかなとは思います。私は今もう、なんていうか、金使いすぎで、金なくて、そんな投機やってる時間、余裕がないので、残念ながらできません。いや、悲しい。いや、ぶっちゃけあるんだけど、金は。なんていうか、なんていうのかな、まあ、あるって言っちゃったらあんま良くないけどね。結構、もう使っちゃってるんですよね。使っちゃいけないお金をね。で、まあ別にそれ犯罪とかではないんですけど、なんとなく使うに忍びないなっていうお金をすでにある程度ポケカに回して、で、今ちょっと捕まっちゃってる状態なんで、要は、私結構手広くね、いろんなカード買ったんですよ。で、いろんなカード手広く買って、それを、なんかボーンって適当に、売り並べて、売れたらいいなってやったんですよ。で、いろんな、まあ、少しずついろんなカードが売れていくんですけど、最初の方に売れたカードとかは、もう今ね、とんでもない値段になってるんですよ。で、今、その、売れ残ってるカードがあるんですよ。で、それは、もうなんか、ずーっと、この頃から値段が横ばいなんですよ。で、当時高かったんですけど、今も別に値上がってるか、値上がりも値下がりもしてないし、ただ売れていないんですけど、なんていうか、飾り値っていうかね、そう、このカードはこれぐらいの価値があるだろうなっていう値段はついてるんですけど、それに対して、なんていうか、本当の、買いっていうのかな、なんかそういうのが入らないような、なんかそういうのがね、こうドンってちょっとでかく残ってるんで、なんか、ちなみにキューラではないです。はい。言っときます、そこは。キューラではないんですけど、なんかそういうことがあってね、ちょっと今、捕まっちゃってるんで、これ以上、まあ、資金をね、このポケカ投機に回しちゃうと、まあ私自身あんまり乗り気じゃないっていうのもあるんですけど、まあ、ね、なんていうか、回転ができないので、まあ、買ってないっていう感じ、やってないって感じですね。だからまあ別に、まあ実際お金は別にないわけではないので、こうダラダラと話しながら自分もね、キューラでなんか儲けてやろうぜみたいなことを、まあ、やってもいいんでしょうけどね。でも、まああんまり塗り気にはならないなって感じです。はい。じゃあ今日はこんなところで終わります。後半本当にどうでもいい話ですいませんでした。じゃあ終わりです。お疲れ様です。